はい、便利屋68の陸八馬です。私の働く姿に見とれちゃ困るわよ。って、かけ間違いじゃないの。うちはお寿司屋さんじゃないんだけど。うん、困りましたね。うちは今スケジュールがキツキツでして。配達しないに決まってるでしょ。はい、わかります。早くかけ間違いだって気づいて切りなさいよ。話長いわよ。難しい問題ですね。今期の会計上では近頃の金利の問題で。お寿司の値段聞いてんじゃないわよ。確認いたしました。なるほど、あなたのお寿司の好みなんか聞いてないわよ。何なのこの人。ん、間違い電話じゃないのかって。何言ってるの。ちゃんと仕事中よ。